震度6弱を観測し家の石垣が崩れるなどの被害が出た愛媛県愛南町から中継です。朝から降っていた雨がやみ日が差してきました。私がいるのは愛媛県最南端にある愛南町の外泊地区です。この地域では古くから台風などから家を守るために石垣を高く積んでいて石垣の里と呼ばれていますが、その自慢の石垣が地震により崩れてしまいました。区長さんにお話を聞くと、このように石垣が崩れている場所は10カ所ほどに上るということです。揺れはかなり長くて強い揺れだったんで、まあどっか崩れたかなとは思いましたけど、まあこれぐらいで済んでよかったですね。人的被害はなかったので、はい。昨日の地震では地域にけが人はいなかったものの、海に面した地区だけに今後起こりうる地震や津波を心配する声が聞かれ、状況が落ち着いてから石垣の修繕を考えたいとしています。